小林匠は、地方競馬の東京都騎手会に所属していた元騎手。勝負服の柄は銅紫、白星散らし、袖白、紫日本林。埼玉県加藤市出身、血液型 A 型、身長158.6センチメートル、体重46キログラム。地方競馬教養センター長期騎手家庭第83期生。大井競馬の鈴木慶治調教師。 元騎手はおじにあたる。二千六年三月三十一日付で、地方競馬騎士免許を取得し、竹山隆史級者からデビュー。同年四月九日、大井競馬第六競争三歳条件戦二番、人気ジャックポットで、初騎乗。同年十一月九日、大井競馬第一競争 c 3一組二組条件戦を一番、人気ベルモントソニックで優勝し、デビュー五十六戦目で、 初勝利。同年12月6日付で、竹山隆史9社から柏木和夫9社へ、所属変更。2008年12月25日大井競馬第一競争ポインセチア賞で11番人気のスカイタイガーに起乗し一着となり、当時地方競馬最高配当額となる3連単1523万6020円という馬券を演出した。 2010年8月1日から10月31日までの予定で技術研査騎士として笠松競馬場で期間限定騎場を行うと発表された。笠松競馬での所属は青木達彦旧社。同年10月29日、本人の希望により移籍期間を2011年1月31日まで延長することが発表された。2018年9月18日付で、 鈴木刑事9社から東京都騎士会所属に変更となった。2021年3月12日付で事故都合により引退することとなった。引退時の地方通算成績は2852戦67勝2着102回3着123回、勝率2.3%、連帯率5.9%。ありがとうございます。